インターパーク、宇都宮南出店、国土交通省、国土画像情報、インターパーク、宇都宮南は、栃木県宇都宮市と、同県川内郡上野川町にまたがる地区に、開発された、複合型工業流通団地である。施行者は、都市再生機構。宇都宮市域は2008年9月13日より、町名変更し、インターパーク1丁目から6丁目となった。 北関東自動車道、宇都宮上の川インターチェンジ、新四号国道、宇都宮環状道路などに隣接しており、交通支弁な位置にある。そのため、郊外型の大規模ショッピングセンターを筆頭に、ホームセンターや家電量販店、ドラッグストアなど、多種多様なロードサイド店舗が次々に進出。それら施設の駐車場収容台数は、地区全体で1万台以上に達し、 北関東最大の郊外型商業施設、集積地区となっている。特に、ジョイフルホンダの開店以降は、広域からの集客に成功している。宇都宮都市圏をはじめ、車で30から40分ほどの小山市や栃木市、等の栃木県内だけでなく、北関東道の開通で、茨城県からの来客も多い。さらには当地区に匹敵する。 大型商業施設のない栃木県北からも来客がある。また、インターパーク内と最寄りの宇都宮上野川、インターチェンジを結ぶ通路もあり、高速道路からのアクセスが良い。百貨店、ショッピングセンターを運営する福田屋百貨店が開発した大規模商業施設。以下の4施設で構成されている FKD、ショッピングモール、 宇都宮インターパーク店 FKD ショッピングモール、宇都宮インターパーク店ムービックス、宇都宮百貨店業態とショッピングセンターが融合した大型商業施設。基本的コンセプトは先に出店した福田屋ショッピングプラザ宇都宮店の路線を踏襲しているが、テナントは20から30代のニューファミリー層を意識した店舗がより多く見られるのが特色。売り場に雑貨、 日用品など生活に密着したものが少ないのも特徴となっており、イオン、アピタ系の SC とは様相が異なっている。敷地内にシネマコンプレックスのムービックス宇都宮を併設している。インターパークショッピングビレッジ、インターパークビレッジ FKD、インターパーク店、第2期計画として開発した屋外型の専門店モール。FKD ショッピングモールインターパーク店とは、 連絡道路を挟んだ北側にある。平屋建て15棟の建物の中には約70のテナントが入っており、その多くはファッション専門店である。インターパークショッピングスタジアム、IPS スタジアム FKD、インターパーク店、第3期拡張計画として開発された屋内型モール。2008年秋にグランドをオープンした。開業当初はザラと スポーツ関連ショップをメインに揃えた店舗構成であったが、後にユニクロや西松屋などを誘致し、テナント主体の店舗にリニューアル。東側に自営のスポーツクラブを併設している。インターパークショッピングステージ IPS ステージ、インターパークショッピングビレッジとインターパークスタジアムの間の敷地にオープン。H&M とスターバックスが出店。店舗間が若干離れている。 ビレッジからスタジアム間の来客者の流れをつなぐ役割を担っている。ジョイフルホンダ宇都宮店大規模ホームセンターを展開するジョイフルホンダの栃木県内第1号店。日本最大のニューポートひたちなか店には及ばないが、ジョイフルホンダが位置づける4つの超大型店の中の1店であり、宇都宮近辺のホームセンターでは抜群の規模を誇る。 インターパークショッピングビレッジの隣に位置する専門店街。駐車場をこの字に囲むように16軒の店舗が並んでいる。店舗は100円ショップ、日用医療品店など生活に密着したものが多く、FKD やショッピングビレッジとの住み分けがなされている。ディベロッパーは不動産開発の大和ロイヤル。ケーズ電機インターパーク、宇都宮周辺道路の渋滞。 特に週末は、インターパークへ向かう車で、新4号国道、栃木県道193号鈴目宮猛火線、宇都宮環状道路の混雑が激しくなっている。また、インターパーク内の移動は域内を南北に貫く、片側に車線のメイン通りに頼っているため、駐車場に入る車で長蛇の列ができることも、珍しくない。無料送迎バスが、 宇都宮駅西口から運行されている。また、一般路線バスも運行されているが、無料送迎バスの存在に加えて、定時運行に難があり、開業時に比して運行本数が減らされ、2021年現在は1日に2から3本程度乗り入れに止まっている。最寄り駅は、鈴目ぐう駅となるが、2021年時点で、鈴目ぐう駅とインターパーク地区を結ぶ。 公共交通機関は存在しない。2014年4月より2017年3月まで東の交通が路線バス、鈴目具駅東口、インターパーク猛カ駅西口猛カ営業所の運行をしていた。2009年9月17日より、水戸駅の高速バス、北関東ライナーが開業、福田やショッピングモールの東側に停留所が設置されている。 JR 宇都宮駅に到着する無料送迎バス進出企業が共同で運行する無料送迎バスが宇都宮駅西口から利用できる。宇都宮駅の始発は午前10時で、その後は1時間に1本の割合で運行している。また、インターパーク側では午前11時から運行しており、こちらも1時間に1本の割合である。土日祝日は混雑削減のため、 午前9時30分から2時間ごとに、計4号往復が追加で運行されている。その他に、臨時便が運行されることもある。本校では、次のように省略して表記する。宇都宮駅発のバス運行形態インターパーク発のバス運行形態所注意 ABE。12月1日、インターパークに新施設県内所、H&M など出展。 下付新聞、2013年11月29日閲覧。インターパークエリアに IPS ステージが12月1日入、オープン。福田屋百貨店、2013年11月28日閲覧。インターパークステージの場所、パソコン360、2013年11月28日閲覧。ありがとうございます。